ワウワウ。株式会社、ワウワウ、ワウワウ、ワウワウインクは日本を放送対象地域とする衛星機関放送事業者。当初は日本初の有料放送を行う民放衛星放送局として開局した。2014年4月現在、富士メディアホールディングス以下、富士 HD、東京放送ホールディングス以下、TBSHD の 持ち分法適用関連会社である。コーポレートメッセージは見るほどに新しい出会い。わうわう当初は自社で放送衛星を日本放送協会、NHK などと区分保有する形で放送を行っていたが、2007年11月以降はすべて放送衛星システムが保有する放送衛星、及び JSAT、現、 スカパー j サットが保有する通信衛星を経由し、視聴者に届ける携帯の委託放送並びに、電気通信駅無利用放送、衛星駅無利用放送事業者となっている。さらに、2011年6月の放送法改正により、前者は衛星機関放送、後者は衛星一般放送となっている。地上波及局系の BS デジタル放送事業者と異なり、 視聴量が必要な有料放送を行っている。そのため、リーガイスパニョーラ、スペインサッカーや UEFA 欧州選手権、ジャパンコンソーシアム共同制作による FIFA フフワールドカップ、クエスト、探求者たちから、本放送のみ、および後日のノンスクランブル、無料放送以外は CM を流さない。曲名のワウワウは、英語で、驚きや喜びを表すワを二つ重ね、三つの、 W は、ワールドワイドウォッチングを意味するとして付けられた。1991年の開局当初のコンセプト、5つの S は、スクリーン、映画、サウンド、音楽、ステージ、演劇、スポーツ、ショッピングだった。その後、ショッピング番組を縮小したものの、映画や外国サッカーなどのスポーツ中継を中心に、編成る基本方針は一貫している。天気予報は、 月曜日、土曜の朝などに放送されており、ニュースやワイドショーなどの情報番組は、1991年の開局時からは、平日7時に小林克也司会のワイドショー番組、ワウートデイを、平日11時台に民放各局の昼のニュースを放送していた。番組終了後の空白期間を経て、2011年10月からは、ザ・プライムショーなどが定期的に、 ノンスクランブル放送されている。一部のスポーツ中継や音楽、舞台中継などでは生放送も行われている。アニメ番組を中心とする一部番組では番組スポンサーがワウワウから放送枠を買い取ってノンスクランブルの無料放送を行っており番組中に CM が流されていたワウワウアニメを参照の子、トーフル受験対策番組であるポッカ プレゼンツプラクティスフォーザトーフルテストを飲料メーカーポッカコーポレーション現ポッカサッポロフード,ドビバレッジがスポンサートナリンスクランブル放送を行っていた不定期で地上波各局で CM を放送するが2007年と2015年の全国高校野球選手権大会中継で同業の BS 朝日放送の番組で また2009年には BS 日テレが行うプロ野球中継でも中継共産スポンサートで CM を提供した。さらに2009年10月9日深夜10月10日未明0時から0時54分までワウワウスペシャル松戸谷由美コンサートツアー2009トランジットを在京民放 k BS5 局で同時放送した。これは10日に 国立代々木競技場などで行われるイベント、ワオフェスのキックオフイベントとして開催されたもので、同イベントへの来場と、ワウワウ加入の宣伝を目的として、同業の在京民放系、S5 局とコラボレーション、同時放送が行われた。また、地デジ南市対策衛星放送、衛星セーフティネットにおける視聴制御管理業務、 契約者管理業務、利用者電話対応をデジタル放送推進協会から受託している。有料放送を行うため限定受信方式を採用しており、一部無料放送の時間を除いて、信号にはスクランブル処理を施している。レギュラーの無料放送番組の場合は、通常の民放と同じスポンサーを設け番組の合間にコマーシャルを入れている。また番組の合間で行われている。 番組案内や天気予報も無料で見られる。BS デジタル放送わうわうわリモコンキー IDQ の場合は BS デジタルチューナー付属の B、CAS カードに記録された暗号鍵を利用する。詳しくは BCAS の項目を参照。BS デジタル放送の場合、BS デジタルチューナーそのものにデコーダー機能が組み込まれており、加入者のみ。 スクランブル信号を複合できる。このため有料放送が行われている時間帯は、有料契約者以外は電波が遮断され、このチャンネルは契約していませんと表示され、データ放送用の加入案内のチャンネルへの誘導がなされる。なお、有料放送はカードに対しての解除信号が送られているためカードを差し替えることで利用できる機器を切り替えられる。 BS アナログ放送の場合は、従来の受信機に BS デコーダーと呼ばれる専用の複合装置。一部の単体 BS チューナーや BS チューナー内蔵テレビ、BS チューナー内蔵ビデオデッキでは、BS デコーダーを増したものも発売していたを、FM 検波端子とビットストリーム端子で接続すれば、視聴できた。この BS デコーダーは加入者ごとに付与されて送信される。 暗号鍵情報に基づいて、スクランブルの解除が割れる。スクランブルは、コアテック方式で、音声は遮断されるが、画像は、意図的に画面を分割し、モザイクに近い状態の拡乱映像が映される。かつての CS アナログ放送の CS バーンと、同じである。なお、BS デコーダー、BS アナログ放送が地上波アナログ放送と同じく2011年7月24日に、 終了し、それに先駆けて2008年5月9日で、BS デコーダーの新規購入受付を終了した。さらにデコーダー所持者の再加入及び CATV、スカパーによる加入も2011年5月31日をもて受付を終了した。ワウワウでは、エイリン規定に基づいて、番組に指定を受けた作品のレーティングの表示がなされている。 また、エイリンの年齢制限指定を受けていない。作品でも PG-12 指定相当、例、デトロイトメタルティ、または、R-15 指定相当、ポルの映画などと表示されることがある。R-15 指定を受けていても R-15 指定相当とされる映画もある。BS デジタル放送が開始された2000年12月1日より、BS アナログ放送が終了した2011年7月24日。 までは、BS デジタル放送、および CS でのハイビジョン放送は、デジタルワウワウ、BS アナログ放送、および CS での標準画質放送は、アナログワウワウと、区別されていた。画面右上の、アナログの表示は2010年10月に開始している。BS デジタル放送の CH191、CH193 で放送している。リモコンキー ID は、9。 CH191 は原則として BS アナログ後 CH とサイマル放送を行っていた。ただし FIFA ワールドカップはアナログワウワウでは別番組に差し替えられた。2011年9月13日までは CH191 でハイビジョン放送を行わない時間帯は CH192CH193 それぞれワウワウに ワウワウさんの愛称で呼ばれていたも使用して、標準画質放送で3チャンネル分割放送、マルチチャンネル編成を行っていた。また、4、3テレビを使用している場合、番組によっては上下の黒帯をなくすため、16、9に拡大して放送されることがある。2009年10月1日より、BS デジタル放送のマルチチャンネル編成時に、 ワウワウのチャンネルを視聴中にリモコンの色ボタンを押すとそれぞれのチャンネルが選曲可能となった。ハイビジョン放送もしくは 5.1CH 音声放送を行う場合番組開始直前にそれらを表すイメージ CG ハイビジョンの場合は HV5.1CH の場合は5.1両方の場合は HV5.1 と表示が流され 映画や一部のアニメ作品ではさらに 5.1CH のロゴ、四角形の中に5.1が左下に表示。このうち 5.1CH のイメージ CG は後日のプライムライブシネマのハイビジョン3チャンネル以降後も継続されている。なお、BS デジタル開始当初はワウワウさんで PPV が行われていたが、2002年4月に開局した CS ワウワウ。 統計110度 CS 放送プラットワンに移行したため2004年2月放送終了、現在は行っていない。2010年6月1日よりスカパー HD、現、スカパープレミアムサービス CH621.622623 でもデ,デジタルワウワウを放送開始衛星一般放送事業者はスカパーエンターテイメント BS デジタル放送に先駆けて、ハイビジョン3チャンネル放送を実施。マルチ編成非実施時は3チャンネルとも、同じ番組編成であった。2010年10月1日より、IP 放送の光 TV、優先一般放送事業者は、iCast。2011年4月1日より、光放送のスカバー。プレミアムサービス優先一般放送事業者は、現。 スカパ JSAT でもハイビジョン3チャンネル放送を開始。2016年12月1日より、スカパープレミアムサービスの衛星一般放送事業者が、スカパーブロードキャスティングから、スカパーエンターテイメントに変更。2011年10月1日より、BS デジタル放送において、ハイビジョン3チャンネル放送を開始した。これに合わせて、チャンネル名も、に変更された。 BS191CH のワウワウプライムはフラッグシップチャンネルに位置づけられ BS で Q ボタンを押した場合にはこのチャンネルが表示される。ワウワウライブはワウワウの他のチャンネルを視聴時にリモコンの赤ボタンをワウワウシネマは同様に緑ボタンを押すと視聴可能になる。青ボタンを押すとワウワウプライムに戻る従来のマルチチャンネル編成時と同様。 各24スロット 3CH イコール K72 スロットを使用しており、2K サービスの衛星機関放送事業者では、最多のスロットが割り当てられている。その上 4K8K 衛星放送開始前の、帯域再編、イコール 1CH あたりのスロット削減に、応じなかったため、4K 本放送開始後も3チャンネルとも1920,080ピクセルの解像度はいじれるが、 その代償として、次局の 4K サービスには、左線の 12CH から40スロットが割り当てられるに至った。ただし、2K サービスと同じ、Q のリモコンキー ID は、他局が 4K 放送を開始した時点で予約見である。BS アナログ放送の 5CH で放送されていた。CS デジタル放送のスカパー。SD、ゲンスカパー。プレミアムサービス。 標準画質でも CH330 でサイマル放送を行っていたデジタル放送であるがアナログワウワウの扱いであった。なおスカパー QE2 では BS デジタル受信機と共用できるため放送を行わなかった。ステレオ放送を示すマークの画面表示はアナログ放送のみ表示されていた映画、ドラマ、バラエティ番組の放送時のみデジタルワウワウで ハイビジョン放送もしくは 5.1CH 音声放送を行う場合、アナログワウワウでも番組開始直前に、それらを表すイメージ CG が流されていた。また、デジタルワウワウのハイビジョン放送時は、16Q レターボックスサイズで放送されていた。BS アナログ放送、スカパー。SD とも2011年7月24日に放送を終了。スカパー。 SD では、正午に、BS アナログ放送では、深夜0時に完全停破した。同年6月30日までに、デジタルワウワウに移行しなければ、同日付で、強制解約となった。現在は、BS 放送のワウワウについては、受託放送事業者機関放送局提供事業者の、放送衛星システム、BSAT が一括して管理、コールサインを保有している関係から、 衛星機関放送事業者として放送を行っているためワウワウ団体でのコールサインはない。2007年10月31日までは BS アナログ放送についてはワウワウが送信業務を実施していたためにワウワウ団体でのコールサインが割り当てられていた。このコールサインは放送を発信する衛星によって割り当てられたコールが異なっていた。 2007年11月1日からは、BS アナログ放送の送信業務も BSAT へ、委託となり、ワウワウは委託放送事業者となったため、ワウワウ団体でのコールサインは廃止された。なお、ジョ 33BSTV は BS、BS-17CH の地で事難し、対策衛星放送用として、BS デジタル標準テレビジョン受託放送を行う、BSAT 所属の放送衛星局。 BSAT-3R 並びに、その予備衛星仕様に、再割り当てされている。以下は、BS デジタル放送のみで提供されている、サービスである。サービス名称は、ワウナビ、ワウワウナビ。CH191 では連動データ放送にて、映画の詳細情報が提供される。 独立データ放送では CH791792 が割り当てられている。CH791 はデジタルワウワウプロモチャンネル。ここでは動画や文字情報による番組案内が提供されるほか、双方向サービスによる加入手続きも可能である。放送開始当初は両チャンネルにて料理などの情報番組。 ベオのような視聴者参加型番組も提供されたが、加入案内のみに縮小された。CH792 は、ワウワウプレミアムナビ。インターネット回線につなぐことにより、より詳しい番組案内を見ることができる。サービス名称は、ワウウェイブ、ワウワウウェイブ。CH491、ワウウウェイブ1、ワウワウウウェイブ1では、 映画音楽番組やエンターテインメント情報番組、ヒットチャート番組などを c h 四百九十二ワウウウェイブにワウウウウェイブ通では AOR など大人向けの音楽番組や本の朗読番組、落語などを提供していたが二千五年九月三十日をもって終了した。ワウウウの新聞における番組表での扱いは新聞社にもよるがワウウウプライム b s 百九十一 c h イコールリモコンキー IDQ は最終面のメインテレビ面 w ワ wow ライブ b s 百九十二 c h w ワウシネマ b s 百九十三 c h は中面の第二テレビラジオ面に掲載されることが多いなお新聞社により曲名のカット表示では正式な三桁のチャンネル番号ではなくプライムは単に ch9 あるいは CHQ、青、ライブは CHQ、赤、シネマは CHQ、緑と表記される場合がある。これは2000年12月からデジタル放送では一部時間帯で、チャンネル別編成、上記参照を行っていた名残であり、プライムライブシネマの色分けもそれを引き継いでいるためでも、ある。また、スポーツ紙、一部地方紙では収録スペースの都合上、デジタルの番組表、 特に、ライブシネマを載せていない新聞もある。企業、団体は、当時の名称、出展、映画、スポーツ、音楽、ステージ、ドラマ、アニメ、そしてそれ以外が該当するエクストラの7分野に分けて放送している。東京都江東区立見にある、ワウワウ放送センター内に、スタジオを有している他に、下記のスタジオも存在する。 東京都渋谷区宇田川町2-1渋谷ホームズ内に所在したサテライトスタジオ2011年10月から2013年9月30日まで設置されていたザプライムショーやワウワウプラストなどの生放送や他のワウワウの番組の収録をするスタジオとエンターテイメントにまつわるイベントを通じて視聴者とつながるためのコミュニケーションスペースを兼ねており 収録時以外は誰でも見学できた。スタジオ部分の面積は、およそ42畳で、u f ックの、オクタゴンと呼ばれるリングとほぼ同じ広さである。年に数回、ワウワウ非契約者の内衛星放送受信機器を所有している視聴者、またはワウワウを再送信している、ケーブルテレビ局に加入している視聴者に対し、新規加入を促進する目的で、一定の時間帯だけ連続して、 ノンスクランブル放送を行うことがある。1回の時期に1日のみの場合と土曜日、日曜日など2日連続実施の場合がある。また、連続ドラマ W や一部海外ドラマの連続シリーズもの、テニスの世界4大メジャートーナメントやルプがアメリカ女子ゴルフでも近年通常放送の第1回目、テニスゴルフは初日生中継限って無料放送にする作品もある。 無料放送一覧参照。通常、無料放送を行うのは毎週火曜日24時から26時頃までの、無料ではうわうと、ステーションブレイク、主に番組宣伝、ミュージックブレイク、映画工房などのミニ番組、ウェザークリップ、天気予報のみである。なお、開局初期の頃は、平日、祝日と年末年始など、 特定期間を除くの午前7から12時までの5時間を無料放送して情報番組や連続ドラマなどを放送していた。特殊な例として2002年2006年の FIFA ワールドカップでは国際サッカー連盟との契約によりワウワウで放送される試合全てを無料放送で行ったデジタルのみアナログは別番組差し替えなお 通常一般企業の CM は放送されないが、この番組はジャパンコンソーシアム共同制作機構という枠組みで、あるため JC 共通共産者の CM が放映される。2010年の FIFA ワールドカップでもワウワウで放送される3試合全てが無料放送となった。いずれも録画中継。随時行われるメンテナンスもノンスクランブルで試験電波を流している。 2009年より毎年秋には、ワウフスと題し、数日にわたり、ノンスクランブル放送とともに、都内数カ所で連動イベントを実施する。なお、2011年は、ハイビジョンマルチ編成開始及び、開局20周年を記念した、ワウアウ大開局祭として実施。2012年は、タッチ、ワウアウと題したイベントとなる。毎年11月に、 ウォルト・ディズニー作の代表キャラクター、ミッキー・マウスが初めて映画に登場した月にあたることから、ワウワウではこの月をディズニー月間と名打ち、ディズニーのアニメーション映画を特集する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。